丸山ゴンザレスの裏社会ジャーニーです。本日も皆さんと一緒に社会の裏側について勉強していきたいと思います。本日裏側をお話ししてくださるのはこちら、田代正史さんです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。一番裏社会に、詳しい男でございます。すいません。はい、そうですね、はい、説明は不要だと思いますが、はい、もう本当マーシーさんです、はい、ただね、皆さんちょっと気になってるところもいっぱいあるでしょう、はい、もう情報が錯綜すぎて分かんないんですけど、はい、マーシーさん、逮捕何回ですか？逮捕はですね、まあ、ああいう盗撮系を入れると逮捕なんか、まあ、罰金刑だったんで逮捕にはなるんでしょうけど、まあ、お薬系だと、うん、4回、4回で1回目は執行猶予で、はい、出てきて残りの3回は刑務所行きました、はい、ということで、もうね、なんだろうな、皆さん田代さんといえばっていう感じで、はい、そういう悪いお薬のイメージがいっぱいありますけど、はい、今回裏社会ジャーニーに出ていただいたということでね、はい、やっぱり皆さん気になってる、はい、まあ、直薬物というよりは、うん、僕が今回いろいろお聞きしたいのは、はい、やっぱりこうタレントとしての絶頂期から、はい、これだけ見事にいろんなものを失った人っていうのは、はい、そうそういないと思うんですね。まあ、もちろん中にもいらっしゃると思うんですけど。バカでだって本当の本当に売れっ子だったじゃないですか。もうトータルを落とす勢いの売れっ子でしたんで、ね、ミニにタコだけはちょっといまいち分からなかったですけど、あそこへね、はい、あれまあ、これからお話するにあたってですね、はい、まあ、ジャーナリストなんで、まあ、手厳しい人も覚悟してきてるんですけど、前に僕が経験した話をちょっとだけちょっと最初にお話したんですけど、前に僕が盗撮で捕まった時に、はい、大阪の上沼恵美子さんが僕が捕まった後に、はい、情報系の番組やられてたんで番組出てほしいと、うん、で、いやちょっとそういうの今も出してるんでしょうって言ったら、うん、いやマーシーの大ファンやね、うん、フォローしてあげるし、うん、一応は意見のことは触れるけど、うん、大丈夫やから来てって言って行ったんですよ。で番組前に挨拶行ってよろしくお願いしますって言って本番始まった途端に、うん、供養のゲストの田島朝日さんです、あんた男すぎて最低の男やねんって言って、あんた女性のもう敵やないかいって、はい、何考えてんのあんたってものすごい言われたことあるんですよ、うん、まあそういうことはないと思うんですけど今日は、まあそこの話を一応ネタとして使っていただければいいかなっていう、はい、まあ、経験談なので、はいはい、ちなみにその今ねやっぱお薬関連の、はい、まあ、いろいろ失った話とかを、はい、まあ、基本聞いていくと思ったんですけど、はい、そのやっぱり今ちょっと出ましたけど盗撮の部分で、はい、最初は普通の盗撮だったじゃないですか、はい、その後男性がお風呂入ってるの覗いてっていうのがあったじゃないですか、はいはい、あれは性的な癖なんですか、それとも男性がお好きとか？いや全然ないです。じゃなくてそのやっぱり覗く行為っていう感じだと、まあ、そうなんですけど、まあ、詳しく話してみますと、はい、まあ、そういう癖があるっていうか、もともと自分でもそういう美女から借りたりするのが好きだったし、で、まあ、ある時ビデオに夜ビデオ貸しに行こうと思って、うん、でおしっこがしたくなって、うん、駐車場に入ったら、はい、普通の、民家の窓がこうお風呂場の窓が開いてて湯気がバーッて出てザーッと音が、はい、これお風呂入っちゃったんじゃないのって、でもうそういう癖があるもんですから、覗いたら女の人が入ってたら覗けちゃうわけってなって、あでそーっとこうしゃがみながらこうでそーっとこう上がってたら男の人に何やってんだお前って開けられて、うん、うわーってなってすぐ逃げたんですよ、うん、でその男の人がすっぱだかで追いかけちゃうんですよ僕のこと。どう見たって向こうのが怪しいんですよ。まあそうですね、はい、で俺が羽がいじめにされて、うん、首フェイスロックかけられて、うん、じっとしてるもんねやろうって言って話してよって俺言ってて、近所の人もいっぱい出てきて、すっぱだかの男が俺をこう破壊締めしててどっちが怪しいかって話なんですけど、いや、まあ、でもマーシーさん覗いてました、ね、そうなんですよ、覗いたんですよ、はい、ちなみにそのさすがジャーニーさん、ジャーニーさん、もしもし、うん、女性かもしれないと思って覗いたの、覗いた、でも結果的に男だったんですけど、だってだけで、はい、でもあの時代をね通ってる人は分かると思うんですけど、一つのジャンルとして田代って出ましたからね。出たでしょ、はい、もう田代っていうのが一つのジャンルになってて、コーナーがありましたね、その方面では2チャンネルのやつらが、はい、みんなで、うん、田代のは
その盗撮のために人生を棒に振ったと、うん、まあ彼なりのギャグなんだろうと、うん、そのギャグを後世に残したいっていうなんか運動が起こりまして、そういう確かにそういう感じでした、はい、それで2チャンネルたちがみんななんか立ち止まってみたくなってね、それであのまあみんなでその、うん、向こうのタイム誌っていうのがあって、うん、その年末にパーソン・オブ・ザ・イヤーっていうその年の一番騒がした人が表紙を飾るっていうのにみんなが投票したんですよ、うん、それでみんなが投票したおかげでそのみんなが愚痴になって投票することを田代法っていう名前がついて笑ってるわけじゃないんですよ。いやいやいや、田代法って本当に名前がついて、はい、であの僕はあの神って呼ばれてたんですけどその時、はいはい、ネザルって呼ばれてたんですけど、はい、なんでネザルなのかなと思ったらそんな人生を台無しにしてまでギャグをする男がなかなかいないと、うん、でもう神だとその神っていう字 のこっち側がネで、はい、上猿年の猿なんですよ、はい、はい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 、でネザルっていうなんか神って呼ばれてたんですけど、うん、ネットスラング確かにそうでしたね。もう大騒ぎでしたよ。うーん、あのひどい人になるとあの田代さん僕はあの旅行代理店やってますと、うん、でアフリカとかのツアーも行くんですけどこの写真見てもらっていいですかって見せられたのがマサイ族のやつが、うん、ね、習字で、うん、盗撮って書いてある習字の紙を持ってジャンプしてる写真とかを俺に見せてくるんですよ。いや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 、あのいや気持ち嬉しいんですけど、はい、あのそこまでしなくても大丈夫ですよって、いやいやこれはもう全世界に残すべきですって。田代さんファンもなんかそういうなんかおかしいんですよ。ギャグのためにいろいろかましてくるなんかねいじりやすいのが何だか知らないんですけど、はい、でそのパーソンオブザイヤーも俺1位になったんですけど、はい、誰だ田代って話になるじゃないですか、はい、であのビンラジオのうち1位になったんですよ。世界の数軸悪の数軸ビンラジオのうち1位になったんですけど、うん、向こうのタイム誌では多少は誰だって話になって、うん、うちの人は使えないって却下になったんですけど、それ以降、まあ、みんなが投票すること多少法っていう名前がついたという。いやでもなかなかですよね。当時も相当騒がせましたけど、うん、正直なところですよ、僕あの時の当時リアタイで覚えてますけど、はい、あの覗きとか盗撮だったら、うん、まあまあまあ復帰できるじゃないですか芸能界。そうなんですよ、はい、そのやっぱそこがあの分水嶺だったと思うんですけど、うん、そっからのこうなんて悪いお薬の方ですね、はい、それはやっぱりこうちょっとは関係あります。 あるんですか。だからその盗撮によって俺もうちょっと一生終わっちゃったかなって一生思ったんですよ、うん、すごい取材陣で NHK も来て、うん、ものすごい取材で新聞 あの普通のスポーツ紙じゃない、うん、新聞の一面にも飾って俺の立場を盗撮逮捕って、はい、でそんなね騒ぎになってなんかいや俺もう無理かもしれないと思ってね、はい、でも自分でやったことはしょうがないしリーダーの鈴木雅之も電話してごめんなってもう俺ちょっと無理だわってでそういうふうに自分でも覚悟決めてたんですけどまあまあ拾う紙あれば捨てる紙あれば拾う紙あるみたいんで、はい、まあ仕事はすごい減ったんですよ、うん、でもまあ大丈夫だよ田代君って言ってくれる人たちもいて、うん、助けてくれようとしたんですけどやっぱり仕事が前より全然稼げない、うんうん、前でなんかどんどん俺落ち込んでいって、うん、でなんかこう拠り所みたいなのが欲しくなって、うん、まあねそんな意思が弱いんでどうするんだよって言われたら皆さんその通りなんですけどまあ前にもそういった経験がちょっとあったんで、うん、そういうものに頼るしかないのかなっていうふうに動いたことは確かです、うん、若い頃、うん、結構こう、まあ、物の資料によると悪かったっていう、まあ、当時の悪かったけど当時の、高校生というか、はい、若者だったらみんなそうだったのかもしれないです、まあ、みんな通る道でしたね、はい、あの不良というか、はい、そういう方向だったじゃないですか、はい、その悪い薬を入手するのはその頃のつながりなんですか、その芸能界的なつながりだったんですか。僕はそのよくみんなから、うん、マーシアの基本に帰ってもう一回やりなそうよって言われるんですけど、うん、基本に帰ると死んなすっちゃめすから大丈夫ですかって言うんですよ俺で。そういうとこから育ってきてるから、はい、みんなが友達がみんなそういう地域でみんなが吸ってるから俺も吸うっていうような生活から来てるから、うん、で高校入って卒業するぐらいに辞められたんですよ。なんか覚醒でも辞められると思ってたんですよ俺、死んで辞められたから、うん、でも、うん、そのまあ魔が差したっていうかまあそれはまた後で
うん、まあ、どうして使ったかって話をしても後でしますけど、うん、まあ、そのお布施を手出したがために、まあ、本当に、うん、まあ、心に穴開いたのがもっとどんどん穴が開いていくって結果になっていくんですけど、うん、実際その、まあ、あれお薬で失ったものと、はい、盗撮とかそっちで失ったものって後から見てみるとどっちが最初は盗撮の方じゃないですか、はい、最初にそのスキャンダル自体を起こすとバーッと失うものなのか、それものすごい叩かれますからね、うん、はい、と同時にその後もうお薬の方になった場合に失うものってなんか違いますか？全然違うよね。あの盗撮の方は、うん、もうちゃんと罰金も払って、うん、ね、うん、それが済んでるわけじゃないですか、うん、でもあの田代正史が盗撮したっていうのがずっと生き続いていくじゃないですか、うん、ね、で結果的にですよ、うん、あの後々俺ビデオの DVD とか売ってるお店入ったら盗撮のコーナーのところにマッシュおすすめとか書いてあるんですよ。あで俺の勝手にあのポップとか作ってあるんですよ、うん、こう覗いてる俺の、あ、これ俺に何一言も言わずにこんなこと使ってんだってで、メーカー名も、うん、盗撮マーシー、盗撮マーシープレミアム、盗撮マーシーエクストラとかそいっぱい出てたんですよ。いや、俺に一回見せろとね、一言そ、はい、ね、こういうの出しますからって言ってほしかったと、うん、勝手に出すのはどうなんだろうって、うん、俺がこんな苦しんでるのにお前らそれで金稼ぐのって。でもっとひどかったのは、その盗撮して仕事がない時パチンコやってたんですよ、ずっと、うん、でパチンコやってるところバッグの中にカメラ入れたやつが俺のパチンコの姿を全部盗撮してフライデーに載せたんですよ。お前らは盗撮ありかって、はい、でもお前がそんなことしたからいけないんじゃないのって言われたら、まあそういう前なんですけど、そういう経験もしてきてるし、お前らは盗撮するんだって。まあそういうふうにちょっとやりきれなさはい、ありました、ありました、はい、確かに。ちなみにあのご家族との決意というか、はい、前妻さんとの別れとかは、はい、1回目のお世話の時に、うん、すぐに弁護士さんが、まあ、まあ後から聞いたら、うん、嫁が子供たちを守るためにそういう方法を取りたかったと。じゃあ盗撮の時はあの家族までは失ってなかったんですか？ないですね。じゃあ今思うとそこで踏みとどまれればよかった、まあ、よかったんですけど、まあだんだんその仕事もなくなってきて、うん、イメージもそう悪くなってっていうのがちょっと悪い方向に行っちゃいましたね、うん、多分引っ掛けてください。放送コードに引っ掛かってきてうまいんだよな。何がですか？やっぱり当時やっぱり僕のイメージだとすごいキレッキレのジョークというかギャグを常にこう出していたと思うんですよ。みんなそう思ってるかもしれないですけど、うん、そのギャグとか、うん、ダジャレ言うために俺毎月東急ハンズとかああいうところで30万ぐらいお金使ってたんですよ。これすっごい使うかどうかも分からない小道具を大量にポケットに入れてたんですよ。聞いたことあるんですけど、でもその流れで出せないかどうかはその時の話の流れによるから、うん、聞いてこう出さず じまいのものたちがいっぱいあるんですよ、うん、なんかそういうのってやっぱその後々ね、後々その精神的にそんなに実は強くなかったっていうのをおっしゃってたのを聞いたことあるんですよ、うん、その芸能の第一線でやるには、うん、そこまでの鋼のメンタルはなかったんだっていう、うん、そうですね、そのプレッシャーみたいなのは常にあったっていう、栽培館に人に、うん、ちょっとメンタルが弱くてそれになりましたって言ったら、じゃあ芸能界ってなんであんたでやっていけたのって言われたんですよ、うん、はい、いや俺自分でもちょっと分からないですって多分弱かったんだと思いますって言ったら、よくそんな荒馬のね、馬の生き目を抜くようなそんな業界でやってこれたねって、いや、まあ一応頑張ってきたんですけど力つきましたって言ったら、でもやるやらないはでもあなた次第でしょって言って怒られて、まあそういう言い訳は全然通用しなかったですけど、実際に本当にやってて日々ギリギリだったって感じなんですね。最初いいギャグを毎日考えなきゃいけないって悩み出したんですよ、うん、面白いギャグを、うん、毎日毎日俺は同じギャグとか使うの嫌なタイプなんですよ、うん、それで、毎日これいつまで続けるんだろうってだんだんなんか思い悩むようになってきて、ただそのうちなんか
え、俺昨日考えるとこの映画本当に面白いのかなとか、うん、すごい悩むようになってきて、ちょっと精神的にちょっと不安定になってきた時にちょうど、うん、あまあ某テレビ局のアシスタントプロデューサーの人が、マシューさんに元気ないですね、うん、ちょっと今思い悩んでるな、いいのありますよって言ってきた、うん、おせだなと思ったの、うん、いやでもこの今の状況をちょっとでも乗り越えられるんだったらちょっと使ってみたいなってちょっと迷って頼んじゃったの、うん、でも一回でやめようと思ってたのこの時は。で大体の人がダークとか言ってる人が必ず言うんだけど、一回でやめられてると思った、まあ興味本心で一回やってみたかったとか、でも最初の一回に手出しちゃうとなかなかやめられないのがお薬なんですよ。田代さん、はい、つい最近、うん、2年前か、うん、で逮捕されたのは2年前でしたっけ、うん、もうやっぱり今出てきて2年なんで、逮捕されたのは刑務所に福島に3人いたんで、その前ですね、うん、5年前ですね、5年前、はい、だからもう還暦近くなってもやっぱり辞めれなかったって、はい、ずっとそれ今ってかなりこうまあ、今までの復帰のプロセスと違って、うん、結構そのネットメディアっていうのは多分、はい、SNS 含めたネットメディアが田代さん の以前の逮捕の時期と違って割とその出る媒体が増えているじゃないですか、うん、はい、多分最後の福島刑務所出てからの今の時代って、はい、それこれ多分見てる人の中にそれを苦しんでる人いると思うので聞いておきたいんですけど、やっぱりその注目されるっていうことはそういう状況、その中毒の状況から抜け出すののプラスにはなるんですか。やっぱり注目されてるっていうことは、今現在僕は保護観察庁民なんですけど、うん、毎月保護観察庁に通って今の精神状態とかあと検査も受けてるわけですよ、うん、じゃあそういった部分ではその抑止にはなりますよね。ネットニュースになってましたよね、薬物検査の結果、うん、陰性だったって、ね、載せますね、なんか、そういう囚人監視体制というか、うん、一つネタにされてしまうけれどもそうやって囚人監視されてるっていうのはでもそれはもういいと思って俺はあえて載せてます、うん、と同時に過去の逮捕の時って、うん、出所した時に買いませんかって言ってこう寄ってくる人もいたじゃないですか。いっぱいいますよ。それやっぱり今でもいるんですか。今でもいます。ああいう一番やばいのはライブとかもやってて営業とかやってて、マシあるよってあるよってすぐ大きい声で言ってくんですよ。はい。で、すいませんって、大きい声で言う分にはギャグにできるんですよ、うん、すいませんこの人ちょっと警察連れてってもらっていいですかこの人ってもう僕ちょっともうやめてんねん、もう本当勘弁してくださいってギャグにできるんですけど、うん、やばい人は終わった後にそーっと近づいてきたら耳元であるよどうぞって言ってくるんですよ。もうささやくのやめちゃえっていう、ギャグにできないからそれはって、やっぱりギャグにできればまだ笑い飛ばせると思うけど、うん、そうなんですけど、ここでささやかれるとそれはそのすごい危険な誘惑になっちゃう。例えばチップもらう時にパキに入ってたりとか、あドキドキするんですよまだ、ささやくのもドキドキするんですよまだ、うん、出てまだ5年ですけど、うん、ドキドキする、未だにするんですよ。ただ僕この間で僕68歳になったんですけど、はい、この数字を皆さん逆さにしてください。役になっちゃうんですよ。こんな気をつけなきゃいけない年らしいんですよ。はい、役年です、ね、役年で、はい、はい、まあ役割は1んですけど毎年、はい、その薬の役割ですよ。はいはいはい、まあ、それよりも寄ってくる人たちいっぱいいますよ。どんな人たちなんですか、その実際の。本当に売人の人もいれば、本当の売人の人もいるんだ。まあ塩とか入れてパケに、うん、あるよって持ってくるやつは大体塩だなって分かるんですけど、うん、たまに見るからに本物ってやつがあるんですよ、うん、でも俺いつも言ってるんですけど、今の段階では目の前に出されたら自信ないですって言うようにしてるんですよ、うん、今までもう大丈夫ですって言ってきたんで、あ、はいはい、それではさもう嘘つくことになっちゃうんで、うん、もう出されたらちょっと自信ないですまだって言うようにしてるのに、もう見るからに本物みたいなのを出してくる人もいるんですよ。うん、そしたらもうちょっとパトカー呼んでもらっていいですかみたいな逃げたりしますけど、でもそれはさ僕はギャグで返すようなイメージっていうか、うん、もうそうやってずっと生活のサイクルが
ずっと生活がそうだったんで、うん、まあそのギャグにしてもそんなには波風立てないっていうか。もう今ってもう出て5年か、うん、でも未だにやっぱり田代さんの知名度ってすごいあると思うんですね。もう今の10代の子たちは分かりませんけども、うん、まあ全然気がつきませんね。はい、はい、やっぱりこう街で声かけられる。で最近その YouTube とかやるようになって、街で見てますよとか、うん、登録してますとかって言っていただく方がどんどん増えてきましたけど、最初のうちはもう全然なんか、あ、もう誰も気がつかねえんだ俺のことって。それってどうでした、その注目されるすぎて、逮捕されたことでスキャンダルでその注目されてストレスめちゃくちゃあったじゃないですか、うん、で数年刑務所生活を経て出ての今っていう、不思議なことに、うん、スキャンダルで注目を受けなくなったのに、それが良しとしなきゃいけないじゃないですか本当は、うん、めんどくさいわけだから。なのにそうになったらなったでちょっと寂しいなと思うんですよ。例えばこの間俺うなぎ食いに行ったんですよ、はい、お店の中に熊田正史さんのサインが飾ってあって、はい、で、あ、熊田正史さんのサインが飾ってるんだ、俺出るまでサイン求められなかったんですよ、うん、同じ正史なのにと思ったんですよ。あっちは求め、あ、俺はもらって、でもだからそ別にいいや、もう芸能界いないし、薬物とかそういうのでね、捕まってそういうのもあるし、うん、いいと思ってはいるんだけど、どっか寂しい気持ちがどっかにあるっていう。やっぱりこうそういう意味では生粋のコメディアンというか芸能人、まあ、芸能の世界をずっと生きてきた人の、はい、その、まあ、地脈がね全部あるんだと思うんですけど、はい、まあ事務所はもう違約金とか発生しちゃったんで、うん、僕が捕まったことによって、はい、その暮れにの捕まってるんで、その年末の特番30本ぐらい撮ってたんですよ、はい、それ全部撮り直しになったんですよ、はい、その当時多分1本作るのに1000万円以上多分かかってると思うんですよ、はい、それが全部撮り直しだから30本だと、うん、もうすぐ金額いくんですけど、はい、でもその前何年かも俺がすごい売れてた時期もあって、うん、事務所にこれ請求ですって言われた時に、いや、いいとこもありましたよねって なんとかちょっと譲歩してもらえないですか、これ今無理ですって、家も売って、うん、乗ってた車も売って家族も別れて、で買ってた家も売却して全部はたいても全然足りなかったんですよ、うん、でちょっと譲歩してもらえないですかって事務所に行ったら、じゃあ半々にしましょうって、半々でも3億以上あったんですよ。はあ。でいろいろいろんなもの売って事務所に返したんですけど、まだ残りがまだ1ぐらいありますね。すいません、まだ返しきれてません。逆に今の状況だと、はい、そこでいわゆる芸能界じゃない、うん、そういうメディアの世界への復帰というか、うん、そういうのっていうのは視野にも入れてらっしゃるんですか。むしろ始まってますけど、そこを稼いだお金とかもやっぱ返済に当てなきゃいけない感じだと。いや今のところは、うん、その大変だろうし、まあ、刑務所が出てきたおかしで、うん、あと保護観察もついてるってことはみんな分かってくださってるので、あと保護観察所からも重ただったちょっと芸能活動は控えてくださいって言われてる。そういう感じなんですね、はい、はい、だから、うん、まあ代々の社長の誕生日会ちょっと来てもらえますかとか、うん、そんな程度は行きますけど、うん、表だった大イベントとかそういうのにはもう出れない状態です、うん、まあ多分当時とは芸能の世界の状況も大きく変わりましたから、はい、まあ、それこそネットフリックスはじめ配信のやつもありますし、はい、過去にね放送できなかったものとかも、うん、そういうネットメディアだったらできることもありますしね、はい、この流れでもう一個聞いておきたいのは、辞めるっていう努力をする、続けるっていう、はい、その決意をずっとしてきたじゃないですか。でももう一回手出しちゃうっていうのを繰り返したわけじゃないですか、はい、だから信用してもらえないですよ ね、 そうですね。でも辞めてもう一回行っちゃうっていう、この時ってどういうマインドなんですか。全部またやっと上げてきたものをまた自分で崩すっていうその瞬間、今までほら家族失ったりいろんなもの失ってきたじゃないですか。その都度もう二度とやんないって思ってきたんですよ、うん、その都度毎回思ってるんですよ、もう二度とやんないって、もうこれ以上迷惑かけられない、でも薬が勝っちゃってたわけですよ。でもそういうのが依存症なんですけど、うん、まあ
分かってもらえない人には分かってもらえないと思うんですけど、それが勝つんですよ、家族よりも子供たちよりも。でも、まあ、正直な話していいですか、うん、あの俺そのお薬使ってる時ってエッチとこうカップだったんですよ、はあはあ、エッチのするために使うことが多かったんですよ、はい、でこのもう今68なんですけど、はい、刑務所の中でもオナニー一回もしなかったんですよ俺、はあはあ、でそういう記録がないっていうかもう、はい、そしたらなんか自然とあもういいよ薬って自然とですよ、なんかなんとなく、いや別にこれが絶対ではないですよ、うん、なんとなくそあもうエッチもしなくていいんだったら薬もいらないよ。じゃやっぱりあのよく初動というか初期体験がずっと影響するって言われるじゃないですか、はいはい、あのこういう悪いこの悪いお薬の場合、うん、あの悪いお薬を使ってのそういう行為っていうのがやっぱりこう強く強く僕に締めてたんですね、うん、そうすると加齢とともにそれからそういう属性と切り離されるそういう特殊そういう環境とともにやっぱりこう自然と自然となりつつあるっていうことにしないでください。はい、まあそっか、なんかちょっと今までにね、うん、その辺の部分で聞いたことがなかったんでね、はい、どんどん聞いてください。なかなかすごいですけど、裏社会ジャーニー一番適した男マーシーです。私がやってるマーシーチャンネル、ぜひ皆さんも登録してください。あの生きてる奇跡が欲しいんです。お願いします。登録お願いします。